ああ、ばばばばば。ちょっと。はい。じゃあね、今日もロックマンエグゼ始めていきたいと思います。前回は全然覚えてねえんだよ。なんだっけ。前回は、スカイタウン。あ、そうそう、スカイタウンで、その、万博のオペレーター、万博オペレーターの試験があるっていうんで、で、一次試験通ったから二次試験行きましょうって感じの話になってたね。はい、じゃあ行ってきます。まあ、スカイタウン。今まで開放されたのが、グリーンとシーサイド。で、新しくスカイが開放されました。まあ、新しいエリアですね。スカイタウンはまだ行ってないんだけど、セントラルエリアから、あそこの雲がなんか邪魔してたようなとこから行けんのかな、多分。スカイタウンには来てます。このエレベーターに乗ると高度1万メートルにあるスカイタウンまで一直線に上がっていくんだ。俺も高いとこ怖いわ。こいつら全員試験。はい。着いたら道なりに奥に進めば大きな建物があって、その中で私のナビが待っていますので声をかけてくださいと。はい。わかりました。とりあえずなんかちょっと怪しいおばちゃんいるね。反映できてる。あれだ。エレキマン？エレキ？どこで？話聞いてなかった。ごめん。下？下っつってたよな。プラグインできず。プラグインしまーす。怪しそうとか言ってすみません。エレベーターの電脳。はい。あんまりてっぺんに大勢乗るな。重さとかやっぱ感じてんのか、プログラム君が。そらそうか。お、うわー、パネル変なのがあるね。とりあえずヘルズバーナー、ファイヤーパンチ。あー、じゃあ良くないね。ブーメランで行こう。はい、ブーメラン。え、ちょっと待って、あいつ。何？なんかよくわからんのが来たけど。え、ソード。あー、なるほど。え、あのタイミングでしか、もしかして。攻撃受け付けないとか、そういう感じの、めんどくさい人ですか？多分そうだね。うわ、めんどくさ。とりあえず、来たらジャンゴでも一回撃ちましょう。あはー、やっちゃった。これ缶でしょ。あ、引いた。缶でしょって言ったら。貫通したわ。しかもなんかくれたし。ラピッド。ああ、そういえば、ナビカスが拡張したんでしたね。で、何を置こうか、じゃあ。ラピッド1めっちゃあるな。ラピッド1、ラピッド1。ラピッド1。ファーストバリアとか欲しいんだけどな。カスタム1、アタック1。で、アンダーシャツは絶対いる。まあ、いいや。で、チップがちょっとね、なんだろう、いろいろ手に入ったし。放射状に広がる電波。うん。そろそろさ、ファイヤーパンチが物足りなくなってきたんだよ。前方2マス、
2マス前方に2本転がる丸太を発射する。誘爆、ヨーヨー、ハイキャノン、ミングロード、応援歌、ゴーレンパンチ。一番近くの敵エリアマスに縦3マスのパンチ。よくわからんけど、入れておこう。あ、スラッシュマン、そういや入れてねえな。入れてみっか。あ、っていうかもう入れらんないか。残念。ダブルシュート、ブラックボン。あ、ここら辺はいいか。あ、なんかある。スラッシュ。どうしよっかな。ウェーブアームとソード、ヘルズバーナー、ここら辺でいいか。無理、ご利用したな、今。なんかある。あー、これなんか問題になるのかな、後で。じゃあ、エレベーター乗っていきましょう。で、ここの階に。空気が薄くてすぐに息が枯れちゃう。こんなところに街作るのが悪いな。気象状況を観測するためのアンテナ。このアンテナは現在使われておらず、オブジェとして飾られている。オブジェかい、これ。大型扇風機。プラグインできるんだ。連射力上がったっつってたな、そういえば。扇風機の電脳 ?1600 ゼニー。青いさ、あのミステリーデータでゼニーだとちょっと萎える。今日もファンの回転は絶好調、ブン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 。元気がいいですね、プログラム君も。お、なんかいる。なんかいるがわからん。ダブルシュートにアタック銃、ハイキャノンまでつけて、あとはウェーブアーム。で、ヘルズバーナー。挙動がわからんからな。おえ?あ、そういう感じの挙動っすか?はい。マジで何も脅威じゃないな。脅威のかけらもなかったな。オイルボディ?何オイルボディって。多分ナビカスでしょ?炎属性ウイルスが大好きなオイルを塗り狙われやすくなる。なるほど。サーチ系ですね。で、コンパネ。なんもなし。なんかよくわかんないコンパネがあったね。あ、プラグインできるじゃん。いろんなとこプラグインできるね。いいね。面白いね。これなんか、ありそうだな。一個一個なんかコンパネついてるし。後で来ることになりそう。俺っちは俺っち。なかなかうがった一印象だ。ヒーターのプログラムだぜ。温度だけじゃなく心も一緒に温める。それが俺っちのモットーだ。はーっと。苦しいな。で、ここら辺に。わー、ちょっと待って。吸い込みとかいると話は別になってくるよ。ああ、いや、ヒートマンでいっか。はい。ヒート。吸い込み。吸い込みね、ストーリーじゃ全く使えねえからな。チャージプラスワン。ああ、チャージの方が欲しいかな。あ、でもここにどうせ組み込めるわ。もうちょっとしたら拡張を変えなきゃいけなそうだね。拡張っていうか置き方。うん、やっぱりなんかありそうだな。なんか全部のオブジェクトラフィンできんのか。これはいいですね。おー、なんか変なやついくから追尾しとこう。動物好きかい?
俺の仕入れたアイテムがあれば世にも珍しい動物を呼び出すことができるぜ。おー、もらう。うん、怪しい場所だとわからないと。ヒントは骨。何個くれたの？それを。一個だけ？一個か。あれでしょ？あの、ラッシュサポートのチップくれるやつじゃない。いや、話聞いてなかった。まあいいだろ。大したこと言ってねえよ。あ、前回なんか調子乗って歌ったな。うん、同じ鉄は不満ぜ。不満ってことはないけど。範囲がわからんが、とりあえず、エレキパレス。なんかどんどん増えてくるぜ。ほら、踏み込みさん。アクアニードル2とか、1とあいつ違えのか。そうだな、レギュラーチップもそろそろ買えるか。21万じゃん。どうしようかな。21か。程よいのがねえな。ブーメラン、16。特になんもなし。お、ちょうどブーメラン引いたんでよかったっす。ほら、終わりちゃう、お前ら。ほら。そっか。ブーメラン当たったところで倒せなくなってんのか、今。おう、よう、お前、お前、通ったの？データディスク。止められたわ。で、ボンベ。上空1万メートルに浮かんでいるスカイタウンでは緊急時に備えて酸素ボンベが多めに備え付けられている。お、プラン、ん？お、HP メモリー。ボンベの電脳。緊急用ですから、私なかなか仕事がないんです。ああ、暇ですね。暇でいいんだよ。暇でいい仕事ってやっぱりあるからね。お。暇であった方がいい仕事。メモ用紙が落ちています。729。729。729。なんだ。V だね。形的には V だね。お、ゴーレンパンチ。全然意味なかった。おって思ったけど、おって思ったけどって全然意味ない。あ、ミスった。あれでチップくれんだ。しかも今、踏み込み弾の踏み込む場所間違えたからな。人出せよ。さらばだ人で。なんでさっきのでくれて今のでくれないの？オープンロック、持ってない。他になんかプラグインできそうだな、これ。プラグインできない。嘘だろ。ああ、しゃあねえか。こいつの電池切れんの待ってみたいんだけど。あ、これは、あれかな？アスタヤで使えるやつかな？はい。お、プラグインできんじゃん。プラグインできるところは全部していきます。観測器の電脳。本日のサイバーシティは高気圧に覆われ、
一日中快晴が続くでしょう。でも管理してんだろお前らが。レギュラーアップ。あ、こんだけレギュラー上がったらハイキャノンができない。ハイキャノン便利なんだけどね、アスタリスクだから。うん、ブーメラン。マジで端々とかにいたら関係なく打ってくから、ブーメラン便利でいいな。ダブルデリートしやすいし。おっと、なんかいるぜ。どうしよっかな。ここにお地蔵さん置くと俺食らって死ぬんだよな。あれ俺詰んだ。うお、これしかねえ。マジでやらかした。もうちょいなんか楽に倒せる方ねえんかな、こいつ。めんどくさ。ここじゃジャンゴ使っても絶対意味ねえしな。めんどくせえこいつ。シンプルめんどくせえ。完全善人いい。あとは何もなす。さて声かけるか。結構いるな。万博オペレーターナビ第二次選考会を始めます。今回の、審査基準はバトルの強さ。おお、いいじゃん。怪しい奴はいない。舞台はインターネットスカイエリアです。スカイエリアは1と2があって、各エリアに2人ずつ審査員がいます。審査員を見つけて審査を、話しかけると審査が始まります。ウェザー君のところで、参加登録をしていただきます。ウェザー君、あれか。なんだっけ、語尾になんか。まあいいや。ウェザー君はサイバーシティ名物お天気キャスターであり、スカイタウンのメインシステムでもあるのです。サイバーシティのお天気はウェザー君が決めている。ウェザー君ね、ウェザー君なんかある？なんか乗っ取られてない？大丈夫？前回の審判の木の事件があるからね。ウェザー君が乗っ取られたら、あれでしょう、天気がクソみたいなことになるんでしょう。毎日台風とかなんでしょう。終わりだよ、この世の終わりだ。で、坂を降りて、ウェザー君。サックンじゃなかった、なんか怪しいやつがいる。こっちは？さっきもらった傘結構丈夫。なんかそんなのあんのかな。ウェザー君、変化頑張りたまえ。いや、ウェザー君。はい、タイタウンようこそなのら。まずご挨拶代わりにこれをあげるのら、天笠。これから君たちにはインターネットに入ってテストを受けてもらうのら。インターネットには全部で4人の試験官ナビがいて、話しかけるとそれぞれウイルスを放ってくるのら。ウイルスとのバトルに勝つと勝利カードがもらえるのら。全部で A から D の4枚の勝利カードを集めてスカイエリア2のある案内板にある広場にいる。もう今ぐっちゃぐちゃだったな。ナビのところまで持っていくのら。
フラグインする場所はそこにいるナビが教えてくれるのだ。はい、教えろ。はい、パラボラアンテナ、はいはい、パラボラ、あ、怖っ。パラボラ、おー、サブチップ商人いるじゃないか。オープンノックくれ、2つぐらいくれ。おーよっしゃー、セーブしようって思ったけど、セーブする意味ないわ。リフレグメント突っ込めー。あはー、うおー、リフレグメントだー。あのえぐい量のリフレクネットが一瞬で溶けちまったぜ。しかも外れ。うわ、マシンガンじゃ。ファイヤーパンチも突っ込め。バルカン 2L。 はあ、何の成果も得られませんでした。おっさんもう忘れたんか。パラボラアンテナだよ、パラボラアンテナ。いい、プラグインロックマンエグゼトランスミッション。パラボラチャージってタイのホームページ、はい、このホームページと倉庫リンク、うん、はい、スカイバナー、ああ、いなくなった。セルフリカバリー、掲示板あんじゃん。あ、名人いるじゃん。え、名人。やっぱさ、ここのステージだとフロートシューズ欲しいよな。ただフロートシューズを1枚置くな。だいぶでかいんだよな。ちょっとカスタムは後にして。フロートシューズをまず、ここでいっか。アンダーシャツをここ。で、カスタムはちょっと諦めて、ダックワン、ラピッドワン、ラピッドワン、ラピッドワン、チャージワン、HP50。HP50 が、こう置いて、こう置いて、こう置いて。ダメですね。これ動かせたりしない？HP50 も来てえしなぁ。ってなると、フロートシューズをここに置きます。HP50、アタック1。無理か。これで、ラピット1。
これで HP50 置けねえしな。バグなんか別に出たっていいんだろうけどさ、そんな致命的なことにならないだろうし、もうこれだと、これだとアンダーシャツ置けねえんだよ。困った時のアンダーシャツ。戻す。さすがに枠内に収まらないとバグが起きるから、バグなんか起きたっていいんだけど、さすがにね、ストーリー中はね。スタック1 HP50 どっち優先するかって話だな。スタック1かな、さすがに。 HP50、むしろこう置くのはありでは。あ、でもそうするとダメか。こう置いちゃうと、こう置いて、これって被っちゃダメなんだっけ？アタックワン、なあ、でもどっちにしろダメか。そうなるとだなあ。こう置くでしょう。まあ、どっちかしか取れないかな。じゃあ、HP50 だけ立てて、チャージ、ラピッドでいっか。アタックワンは諦めよう。ヤング、バスアップ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、フロートシューズって空いてるところは意味ないの？バルカンス、さっき2位手に入ったのに。ちょっと待って、え、なに、クソ重たい。で、うおー、なにこの重さは。あさっきあれこれナビカスやってたのに上位互換すっと来ちゃうのをやめて。ずっと上位互換来たな。じゃあアタックワンもいけんじゃね？無理か。無理ではないな。例えばこうして、ちょっとこれ置く場所悪いな。ラピッド別にそこまで重要視する必要ないか。ラピッドそこまでだな。アタック増やすか。
めっちゃ頭悩ませてたのにな。めっちゃ頭悩ませて、結果上位互換グループってすげえ悲しいな。ブーメラン。あー違う。上に逃げなきゃ。ワイドソード。あ！フロートシューズって穴開いたところはダメなの？意味ないの？意味ねえんだったら外すけど。いらねえよ。ホンダ無駄足。マジホンダ無駄足だった今。バックワン。ラピッド。HP50。戻して。ちょっと待てよ。こうして、こう。こう。HP100。アタックワン入れらんない？入れるスペースなさそう。こいつ外すか。アタックワンで残った空いてるスペースにラピッドを詰め込んで。ラピッド1個戻してチャージの方がいいか。マジ、とんだ無駄したわ。で、重たいしよう。よう、お前が試験官かい？日々の戦いで荒んだ僕の心を癒してくれるよ。お、銃か。はい。道のない場所を渡れるようになる、そんな夢のような噂を聞いた。おう、なんか面白そうな話じゃねえか。フロートシューズのお前だな？お前だな、試験官。おら。はい、やりますよ。舐めないでいただきたい。うおー。フラッシュ。ブーメラン。キャノン。バスアップ。ブーメランにアタック10、ハイキャノン、バスアップ。おら。うん。サクッとまず一人。おお、魚マン。お魚マンじゃねえかよ。よし、スラッシュ。俺はダブルデリートしてやるぜ。ほいや。なんでお前なんだ。ほら。ほん。とりあえずヒートになって、ジャンゴとハイキャノン。アタック10。またジャンゴにアタック10つけてハイキャノンだ。うーん、ミスったね。ヒート。コマンド普通にミスるんだけど。あざっす。はい、勝利カード A。他のやつはどこにいる？ 300 銭、まあいいだろう。
よし、300銭手に入ったぜ。これで何食おう。お前か。お前、違うようだ。あ、入り組んでんな。ここはショップか。どうしよう。ブーメン。踏み込み算で、あいつが一周回ってきたタイミングで踏み込み算すっか。お前邪魔すんじゃねえよ。えら。じゃあブーメランでいっかな。ショップ。あ、バグのかけら交換や。バブルラップ、ステルスマイン、ポイズンシード、チールリベンジ、ネオバリアブル、バグライズソード、なんだそれは。ネオバリアブルまでは知ってる。こっち。おらぬ。が、こっちはスカイエリア2か。じゃあまだ行っても意味ないね。お地蔵さん。はい。楽でいいね。あ、エアレイドは、どういう効果かな。ゼロプレーンを置き、目の前に置き、敵を置き物か。うん、あんまり興味ない。それよりバルカン、ヘルズバーナーよりバルカンの方が良くないか。マシンガンよりバルカンの方が良くないか。こんなもんか。あ、あー、これ何？三つないとダメってやつ。うん、こういうの困るんだよね。ミステリーデータあるから、うかつにブーメラン打てね。ゼニーかよ。じゃあよかったわ。お、かかってきゃよかった。お、ブーメラン。ダブルクラック。てか、並んだ時点でダブルクラックでよかったんか。2個飛んねんってんだもんね。ほら。マジで。じゃあ、それは君の実力が足りなかったってことですよ。はい、いいですよ。ファイヤーパンチマンじゃないですか。あ、はい。撃っていいか。ブーメランでいいね。終わりです。ファイアパンチマン早いんだけど。ウェーバーン。とりあえずここでロールを挟みたい。ロールを挟みたいが、ちゃんと飛んでってくれるか？ただと？オッケー。で、あいつにむやみに攻撃しても意味ないから。はい。はい。リズム天国です。ハイキャノンとロングソード。バルカン、オッケー。ハイキャノン、ロングソード。こいつで終わり。
撃パルス、ブーメラン、ダブルシュート。エレキパルス、ブーメランが意味なくなった。ダブルクラック、嘘、ちょっと待って。ちょっと待って、話が変わってくる。とりあえずヒートになって。ジャンゴとハイキャノン。あぶねえ。あぶねえっつってけど、今もう死にかけなんだけど、俺。ロール、とりあえず。ロール。あぶねえ。やば。死ぬ。やばいって。普通に死ぬんだけど。あー、終わった。今のは積んでた。今の積んでたね、完全に。まあとりあえずは こいつでいいでしょ。あ、ふざけんなよ。すごく投げんだけど、こいつマジ。両対応。持続投げえから当たるしかねえ状況が生まれやすい。うわ、なんかバリア持ってんだけど。おーし、はい、ブーメラン。どうすっかな。こいつらちょっとはめてきやがったかな、マジで。許さんぞ。でヒートになって、ここで即打ち。なんだあいつ、逃げ回ってばっかだったな。味方がいないとそうなんのか。本田野郎じゃねえか。どうしよう。ブーメラン、ダブルシュート、ハイキャノン、ソード。ダメか。もうこれでいいわ。おら、ヒートマンじゃ。このタイミングでいいのか。余計なことしたね。ワイドソードか。
ワイドソードあればだいぶ楽だな。で、ヘルズバーナー、ゴールンパンチ、ヒートスラッシュになって、とりあえずヘルズバーナーを打つ。これで特殊だ。飛び込んできたね、今。勝利カード B。どうよ。おー、なんか雲がある。こっちかな。で、お、ツリーを切り倒せ。まさかりちゃダメ。エリア2。ブーメラン。こっちでいいのかな ?2 位に行っていいのか。お、消化。え、なんで?あれ持ってるだろ。ウォーターデータ。ダメなの?ウォーターデータじゃ消せない。しゃあね。ブーメランでいいと思うんですが、僕は、まあいいや、なんかあの、かかし、よくわかんないけど。もう一回。ダブルヒートマン。あのかかし、木じゃねえんだ。バグのかけら。はぁ?三上さんどこだ?はい、簡単な仕事ですね。お、カウントボーム2だ。お前試験官だろ。あ、なんだ、舐めた格好しやがって。試験官かお前。あ、なんかやられてる。オペレートのせいでピンチはあったけどよ。俺のポテンシャルだけで勝ち残ってやるぜ。これは、わからんな。ヒートマンとダブルシュート。はい、まずヒートマン打ちます。下がってクラックシュート。ウェブアーム2、カウントボーム、また手に入った。ミステリーデータには、1440ゼニー。ワープ。おっと。なんか怪しいもんがあるんですけど。お。ソード。ワイドソード、ロングソード。ダブルシュート。ワイドソード、ロングソード。ドリームソードより全然強いわ、こっちの方が。お、なんかやられてんな。何連戦?次は。8連戦とか?で、最後10連戦?10連戦、こっちがこっちが後か。本来。そうですね。エレキパレスとブーメランでよろしいのではないでしょうか。まずはエレキパレス。あ、外した。踏み込み算とロングソードハイキャノン。まあまあ、こんぐらいはね。次ですよ。あ、ブーメランぶっ刺さりますね。ブーメランからのハイキャノン。
まずはブーメラン。はい、キャノン。はぁ。一発当たっちた。無駄な一発食らっちまった。ここは、こうかな。まずロールちゃんで。回復、ソード打って、よし、オッケー。無駄な体力マジでいらねえな。動かねえんだけど。ちょっと待って、今動かなかったんだけど。うわぁ、あいついんのか、めんどくせえなぁ。ブレイク属性持ってくから。バストアップ、ハイキャノン、ダブルシュート。ヒートでいっかな。ゴールデンパンチ。ゴーレムパンチ、ヘルズバーナー、ウェーブアーム、コードはいらんか。避けやがった。あっぶな。あいつ動くんかい。そうですね。とりあえずヒートマンにアタック10仕込みましょう。弾くの？あ、なんだ。無理なんだけど。ちょっと待って、無理なんだけど。どうしようかな、とりあえず。とりあえずさ、回復したいわ。ちょっと回復挟ませてくれ。あぶな。ちょっと回復フェーズです。ここは死にたくないんでね。どうしよっかな。ファイヤーパンチとウェーブアームとりあえず空打ちしよう。無駄に時間をかけます。ソードとロングソード。噛み合わんなぁ。ブーメラン、エレキパルス、あ。あって。踏み込み山にアタック。ここも回復パートかな。ちょっと時間間延びするけど。安全に行きたいっすよね。とりあえずロールで回復。リカバリーも欲しいな。なに？ちょっと待って。2回来るとは聞いてない。
2回くんの聞いてねえわ。とりあえずリカバリー50欲しいんだ。あとりあえず時間を無意に過ごします。リカバリーくれよ。エリアスシール、とりあえずここに陣取ろう。来ねえなお地蔵さん。これうっかり俺が攻撃したら死ぬのでは。リカバリー来ねえ。もういい。SS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 
フラッシュマン、エリアスチール、ワイドソード、ロングソード。バリア張られた。死ぬ気で動け。リカバリー、ソード。死ぬ気で動け。うね。ラスト。まだ9か。ロール来てくれ。来ね。ロールが来ね。ほら、踏み込みさん。あっ、ダメ。あぶねえ、あぶねえ。ギリギリ綱渡りなんだけど。ロール来てくれ、ロール、マジ。あ、おじいちゃんさん。よっしゃ、危ねえ。あー、危ねえ。いやー、なかなか危なかったな。セーブしよう。ギリギリの試合であった。で、もう一人どこ？はい。はい。なんで裏インターネットの入り口がこんな簡単に存在してんだ。で、お前試験官か。俺は10連戦乗り越えたんだぞ。なめんな。
たちだ。心ウィンドウが不安になっている。はい、まあまずは一人目。ブーメラン、ハイキャノン、ブーメラン、ハイキャノン、ゴリ押しダメだってさっき死にかけたんだから、ゴリ押しのせいで死にかけたの。何も学んでいない。え、ちょっと待って、トイレ行ってくる。で学んだ。あいつの前に立つと即死する。マジびっくりした今。普通に、え、そんな範囲広くない、ね、んでもってあれだね、ブーメランって弱いね。とりあえずお地蔵さんを置いて様子を見る。お前何宙に浮いてやがる。2回当たった。とりあえずディアンゴ、ディアンゴか、本当に踏み込み算と違う、踏み込み算ヒートじゃねえの、そもそもフラッシュで、フラッシュでロングソードとワイドソード、ロング、ワイド、あぶね、また死にかけた。フラッシュ、フラッシュ、ジャンク、200になってる体力がまずいね、まずいね。お、ロール来た。その前にお受長さん置いて、あ、もう安泰じゃん、安泰じゃん。うかつにバルカン撃ってこい。はい、ウェバー。うかつでしたね。
それじゃあまあ、スラッシュ、あ、なんもないな。じゃあまあご安全に。はい、ロール。120くらい与えられるの優秀だよね、だいぶ。見事なテクニックでした。これをあなたに、勝利カード C。スカイエリア。で、ラッシュフード1個巻いて。はい。ラッシュサポートのあいつが来るわけじゃないんだね、本当に。なんかちょっと損した気分。はい。サクッとね。捕らえましたよ。はい。どうですか？近々最終の選考会の通知をお送りします。はい、雲を取り去ることができると。お、バキューム出た。小次郎は落ちたかな。通った？お前まさか。4人目の8バトル目まで行けたんだけどよ、小四郎のやつがしくじりやがってよ。ああ、俺はちゃんと当てたぜ。あ、そうか。じゃあな。裏インターネットの入り口があるから心配。おお、電話です。何、パパ逮捕された？早えよ。裏インターネットに行くぞ。100がやって一理なしですって。うるせえ。裏インターネットが好きなんだ俺は。裏インターネットか。こんな序盤に来れるんだ。序盤なのかどうかもわかんないけど。予約前に。裏インターネットにもちゃんと案内板あんの優しいな。へいへい。わ、なんか変なのいるな。とりあえず様子見ブーメラン。おい、痛えなこの野郎。へへへ、はい。舐め腐った真正面。わ、あ、隣の部屋のパソコンのプログラム負けませんよって。なんで裏インターネット、どこのパソコン？拡張メモリー。あ、やったぜ。ナビカスが広くなったから、もっと強くなれる。俺はもっと強くなれる。アンダーシャツはこっから動かせねえか。そう。フロートシューズを着ていいけど、まだか。ダメじゃねえか。
はい、完璧。どこのパソコンですか、ここ。パソコンの電脳って言われたってな。踏み込みさん、 B。 どこのパソコンの電脳だ、これは。とりあえずお地蔵さん置いときます。へい、バチ当たり目が。わからん。わからん。なんでパソコンから直通で裏インターネット行けるようになってんだ。お、小次郎。ちょっとセーブしとこう。大丈夫か、小次郎。小次郎じゃねえ、小次郎のナビ。俺をここまでさらってきた奴らに次会ったら覚えてやがれってんの。グレイガーとファルザーがなんか暴れ狂ってんの。ゲニエ？わーわーわー、悪そうな奴らいっぱい来たぜ。ぶっ飛ばすぞ。電脳獣こそこの世界で最も強く尊い存在。お前たちなど電脳獣の食料に過ぎない。お前なんでバラすんだ。天皇獣教ってやつか。あ、やべやべやべ。天皇獣が暴れて。うーらー。天皇獣で抑えるので限界なんだ。早く。出ないと僕が君を傷つけてしまう。やばい、電脳獣が暴れる。残りの弱った方を生贄として捧げるのだ。あ、やべえ。グレイガーの目光ってんだけど。うわ、やばいやばい。この姿は。暴走してますね。僕はお前には負けない。抑え込んだ。電脳獣の化身だって。でも、この、こいつら多分電脳獣崇めてるから化身だって分かったら、崇め始めんじゃないの？解放してくれそう。落ち込んでますね。裏は危険すぎる。どうすればいいの？どうすればいいの？助けに行かなきゃって、助けに行く方法がござらんよ。誰か助けてくれ。あれ、そこにいた方がずっと怖くね？いや、まあ、高いとこ怖いのはわかんないけどさ。裏の住人が相手になると、私どもではなんとも。ウェザ君、ウェザ君だっけよ、もう。ウェザ君、助けて。裏でも戦えそうなのは、裏インターネットにだけは手出しちゃいけないよ。役立たずどもが。俺のロックマンを何だと思ってんだ。まあ、こういう時はパパに助けを求めるのが正解か。助けて。私にはどうすることも。だめな。
に助け求めたところでか。まあいい。助けてくれるなら助けてくれ。うおー、いねえ。誰もいねえ。どうしろってんだ。マジでどうすりゃいいんだ。助けてくれそうな人、助けてくれそうな人。助けてくれそうな人がおらんよお。マッハ先生、マッハ先生ってナビ持ってんのかな。持ってねえことはねえだろうけどさ。あ、いや、おい、助けてくれ。フラッシュマン、いや、ヒートマンでいいのか。ヒートマンかスラッシュマン使って助けに行けってことだろ。行くぜ今から。そういうことだよね、多分。違うんかな。ヒートマンかスラッシュマン、好きな方を選んで助けに行けって話でしょ要は。なんか悪いやついんな。ヒートプレス、ヒートマン。おお、今待ってろ、助けに行くぜ、ロックマン。フラッシュマンでもよかったんだろうけど、あ、ちょっと拾わねえ。アンダーボール B。うん、あんま有用なのねえな、もはや。スカイエリアはこっちかい？もうよくね。もうよくねっていうのが感想なんだけど、ここら辺のやつら。まあ、いっか。倒してチップでトレーダーにぶち込めば役立つだろう。よーし。ハイエリアに行くぜ。こっちじゃねえぜ。お寿長さん。とりあえずここに置いとけば。とりあえずここに置いとけばあいつもう済むから。あ、何しやがる。こっちだっけ。こっちをこう行ってこうだったかな。迷子だぜ。お前、火の扱いで俺に勝てると思ってんのか。火の扱いでヒートマンに勝てると思ってんのか。ほら。食うのか。あ、おお、ジャンゴ V2D。
ジャンゴと交換しましょう。そしたら。ラッシュマンと交換できるか。で、なんかねえかな。カバリーちょっと一個保険で入れとくか。さっきみたいなの怖すぎるわ。お、裏に行くぜ俺は。ヒートマンとヒートプレス。ヒートプレス。ほら。裏にやってきたぜ。道間違えたか。間違えましたかね。間違えましたかね。ロールで回復しよう。トレインアロー。あ、ナビ20プラス。ナビ20プラス。ちょっと待って、これ回り道しないと戻れないやつか。めんどくせえな。道間違えた。ヒートマン、ヒートプレス、ヒートマン、ダブルシュート。まずヒートプレス。何？何？よくわかんなかったな、あいつ。こっちか。こっちか。で、こっちか。ブーメラン。はい。これ強えな。ヒートマンと、ヒートマンとブーメランのコンボ強えな。ちょっとセーブしよう。おー、ロックマン。大丈夫か、ロックマン。ロロロロ。やばい。ロックマン、目を覚ましてくれ。こいつは完全に自我を失っているぜ。早くオペレート。前をヒートマン殺す気か。あ、ブルース。安心しろ、気を失っているだけだ。キャリネット、今の場合はデリートしてでもロックマンを止めるべきだった。お前の判断の甘さがそこにいるナビと、すべての電脳世界の住人の命を危険にさらしたんだ。今のロックマンはそれだけ危険な存在だということを忘れるな。今回は警告だ。次に同じことが起きれば、その時は切り捨てる。こんな隠したって絶対ブルースじゃん、あれ。
前がしたことは間違っちゃいねえと思うぜ。まあロックマンも踊ってきたんだ。さっさとこんなところおさらばしようぜ。うん。ロックマン回収。やっぱり、次の日の放課後。やっぱりさ、あいつら、電脳銃をあがめてる人だから、一つがナビだから、手は出さなかったね。うん。寄り道せずに帰るんだぞ。先生、さようなら。皆さん、さようなら。こんなん小学生の時やってた気すんな。後ろ帰ろうぜ。帰ろうっす。なんだ、落ち込んでんのか、お前、柄にもねえな。俺何もできずに。アスタ、蚊帳の外だね。もう帰ろうよ。ロックマンもこう言ってるし帰ろうぜって。マジで蚊帳の外。玄関まで競争。そういえば、エレキマン?小次郎くんが元気になってくれてよかったね。本当だよ。本当だよか。相手の男が絶対悪いねんて。恋話してんねん。とりあえず、お、マハ先生。はい。アスタランドに寄って帰ります。の前に、あれだな。あ、はい、さよなら。おっさん。ん?あ、ほんとだ、コピーロイドいない。あ、暗っ。朝はカンカン照りだったのになって。これは。あ、違う。寒いな。いや、気象がおかしいね。気象がおかしいね。これは、乗っ取られましたね、スカイタウン。じゃあな。うわぁ、風が吹いてきた。マジでスカイランド乗っ取られてんじゃん。スカイランドだっけ?スカイタウン?ああ、あれ?お久しぶりです。あ、家に入れと。こっちにいらっしゃいって。なんだ、お説教会?ウェザー君が乗っ取られたかい?スカイタウン管理局です。サイバーシティ移住の天候が不安定になっていますが、現在原因を調査中ですので、皆さん家から出ないようにしてください。え、地震?すぐに天気、元の天気に戻りますので、しばらくお待ちください。絶対おかしい。あ、え?今、いましたね。なんだっけ、名前。アイリス。アイリスいたよね。そうだね。スカイタウン行きたいのもそうなんだけどさ、さっきいたよね、そこに。もう誰もいないね、外に。うん、仕事どころじゃないよ、もう帰ろうよ。こんな天候でも動くリニアバスは優秀ですね。動かなくていいのに。ちょっと、なんだろう。ちょっと待って、今回ちょっともう、ストーリー自体はここで終わる予定なんですけど、あれが欲しいな。
エレキマンの、エレキマンか。エレキマンって勝手に言ってるけど。メール来てたよね。これ。アンエレキテル。電撃オペレート教室。どこにいるんだっけ？シーサイドエリアさん、チップショップ前。とりあえずシーサイドエリア行かん？あ、メール来てます。日本各地から情報が集まってくるの。抜けるような青空だ。ちょっと自慢しやがって。スカイエリアにやってきました。スカイエリアのどこでやってんだろうな、このエレキテル先生の授業とやらは。スカイエリアじゃないのか、むしろ。それが知りたくて今ちょっとやってるみたいなところあるんだよ。めんどくせえんだよな、こいつ。どうすりゃいいんだ。ドールサンダー。あいつ死ぬほどめんどくせえんだよな。ダブルシュート。エレキテル先生はどこにいるんでしょうか。我々はその謎をために、ダブルシュート。エレキテル先生はいずこへいらっしゃるので。あ、これダメなの。ブーメランでーす。はいはい、キャノン。わかんねえ。わかんねえ。生きてる先生は一体どこにいらっしゃるので。プログラムくん。ブーメラン。レキパレス。あれ？あれか、バーンで動いた瞬間は動けないとかそういうのあんのかな？なんかそんな感じの雰囲気を今感じ取ったんだけど。ブーメランだ。とりあえず おら、ヒートマンだ。とりあえずとかありそうな感じっすか。違うっすか。わからんっす。とりあえず今なんかやる気がないんだったらもう
サクッと終わっちゃった方が早そうだ。めっちゃ切りつけてくんじゃんこいつ。ちょっと待って、エレキテル先生マジどこにいんの。なくさくなってきましたね。テリポートの電脳ここかな。違うっぽいね。お、 HP プラス50。マジでわからねえな。わからない場合はとにかくおとなしく帰った方がいいっていうのは誰か先生が言ってた気がする。どうしよう。さあどうしよう。お地蔵さんを変なところに置いたからさ、すげえ手出せなくなってんのよ。あ、オープンノック。マジでわからんな。わからんのでもう、ちょっと、いいや。というわけでね、今日はこんなところで終わりにしましょうかね。ちょっとエレキテル先生の場所を探します。というわけで今日はここまでご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、高評価。Twitter のフォロー、チャンネル登録、高評価などなど、その他もろもろいろいろございまして、まあいろいろありまして、まあ僕に得になるようなことをいっぱいしてくれたらなと思います。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。